おはようございます。関根和夫です。お元気ですか先日、友人から送ってもらった資料の中に、詩人の石,石川拓木が当時の教育制度を批判している文章が書かれていて、まあ、それについて少し説明が書かれていたんですけど、大変興味を持ちました。えー、っと、1907年の3月に、臨中書というんでしょうかね、その文章の中に、 たく僕は今日本の教学校教育で育てている人間というのは壊れた時計の大量生産だとこう言うんですね壊れた時計の大量生産まあ壊れた時計というのは前にも進まないし後にも進まない本来教育というのは人間を作ることであり企画品を作ることではないのだというふうに批判しているっていうんですよね そしてその後で卓木は最高の教育というのは芸術だと述べており、さらに教育自体がアートだというふうに語っているんですね。卓木の批判は日本の教育制度についてですけども、えー、まあその日本の教育制度は全体が詩を失っていると。まあ、ポエジーを失っている、ね。で人間性を枯れさせてしまっている。 芸術的な教育というのをまず中心にあって、えー、感性を豊かにすると同時にその土台の上に読み書きまあ算数いろんな知識を見つけるようにすべきだとそういうふうにすることで他の教科もかえって生き生きとしたものになるはずだとこう言うんですよね。まあ、いわばその感性を大切にする部分が 枯渇してしまうような教育への批判というふうに理解できるわけですけれどもまあ様々な形で感性を十分に用いて感じ取ることができてくるとまあ例えば自然の中を歩くだけでも様々な驚きや発見を体験することになるとまあ忙しい日常の中ではなかなか自然に触れる時間を作るということは難しいですけれどもえ新約聖書の中でパウロという人が全てのことを に感謝するということを言ってるんですけど、そういう意識というのはきっと自然に触れながら感じるものがあればあるほど感謝の気持ちというのはもしかすると大きくなるかもしれないなと思いました。でそれは例えば詩の心とか音楽の心あるいは絵画に対するまあ方向性というか思考性というかそういうものにも大きな影響を与えるように感じますね。 私は教育畑にいる人間ではないので、日本の教育制度について批判する力もないしまた、そんな役割は私にはないんですけれども、ですから、教育制度を批判するつもりはないんですけれども、感性を生かしつつ生きるということについては、本当に大切なことだと考えています。えー、臨床美術というのと私ずいぶん前から関わっているんですけれども、えー、五感を生かして、 えー、その素材を見る。えー、五感を生かして自分の書いてるものに対して五感を生かしてそこに向かうというような、そんなことが実行されてるわけですけれども、そういうのってなんかこう体験してみないとなかなかわかりませんけれども、でもそういう中で得られるある種のこう快感というか達成感というか、それは決して小さいものではないなと思うんですよね。 まあ、石川卓木のこの批判の言葉、や、あの、励ましの言葉、最高の教育というのは現実であるとかね、まあ、教育自体がアートなのだというようなことについて、まあ、どう感じるかというのは、人それぞれによって違うと思いますけれども、でも私はこの文章を読みながら、そう、本当にそうだよなというふうなことを感じているんですよね、いる一人です、え。ー まあ、壊れた時計を作ってるかどうかっていうのは何とも言えないですけれども。でも、単にこう、企画品を作るということとは違う教育というのがあってもいいし、企画品を作るというのとは違う、まあ、育ち方とか、育て方とか、伸び方とか、そういうのがあっていうような気がするんですよね。そうなるとやっぱり、 やっぱ感性ということになるでしょうね。五感を活かすというかね、感じ方をこう広げるというその、その作業ですね。ええー、まあぜひぜひ、あの、外に出て自然に触れる。今、本当にあの、バラの季節になっていますけれども、バラを見に行く。朝、バラを見る。昼間、バラを見る。夜、夕方、バラを見る。 その時その時でやっぱり表情が違ったりするんですよね。そういう細かい表情にこう気づくということももしかするととてもなんか大きな発見があるかもしれないですね。感性を大切に生きる。これはきっと私たちの、うん、まあいつの時代でも私たちに対する一つの課題なのかもしれないですね。今日も良い出会いがあるように、今日も何か新しい発見があるようにと心から願っています。 良い一日になりますように。